はい、おしゃべりうさぎ続きからやっていきたいと思います。本日9月ですね。なんか9月だからってなんかあるって言ってたっけ？特に聞いてないよね。ちょっとバイバイって感じ。まあツッコミできない人よりはできる人の方がまあいいかもね、確かに。え、待って、お金あったっけ？覚えてない。ちょっと触れ合おう。まあお金、そうね。ちょっと稼がないとね。まあ、1ヶ月のうちに撫でる、くすぐる、高い高いはすべてやりたいなと思ってるので。はーい。もう今月撫でないからね。スパルタだよ。うん。よし。何ですか？どういうこと？ワイルド、かわいい。かわいいかワイルド。クールっていうのはないんだ。じゃあ、ワイルド。待って待って、わかったって何？突然、オースとか言い出すの？それはちょっと困るな。まあ、いい心がけよ。うん。まずバイトしようかな。うん。さあ、今週も頑張らなきゃね。おはよう、ふみみ。今日も張り切っていこうね。おう、そうだな。じゃあ、行ってきまーす。すごい、普通の会話だったね。あ、他に100円しかないわ。もうこれはバイトしないと終わり。うん。頑張るよ。紫色のジャケット？はい。オッケー。よし。よかったよかった。え？頭まで変えるのってちょっと初めてじゃない？ちょっと焦った。よっしゃ、2000円ゲッツ。でもさ、まだ買えないよね。もう一回バイトしないとダメだ。いい、ハードだ。日曜日だよ、たくさん。でも、くすぐるもんなしだからね。苦手だから。さ、今日は街に向かう。なんか友達でも呼ぶ？うん。そうだな。やっぱ彼かな。お久しぶりでございます。またお招きに預かり、ありがとうございます。うちからのお土産が。トラック3台分ほど来ますので、どうか受け取ってください。なんかもうこの子呼びまくればさ、生活できるよね。今日はよろしくお願いします。今日はたくさんお話ししようよ。そうですね、そうしましょう。1時間後、フワリンさんもピアノに挑戦してみてはいかがですか？そのつもりがあるなら
僕も協力しますよ。どうしようかな、私にできるかな。意外と子供の頃ってできるよね。すごい、3時間トークが途切れないのはすごいと思う。たち付き合ったらねえ、大変楽しかったです。この喜びをいずれ曲にして発表しますので楽しみにお待ちください。それでは本日は失礼します。なかなかすごいよ。だって4時間喋りっぱなしはもう、くすぐりますか。だって朝くすぐるのはなしだよって言ったから、まさにやってほしいって言ってるようなもんだからね。笑ってる。レベル5にならなかったですね。そろそろ。で、待ってよ。次の日曜日もすることないぞ、これ。ね。毎日お仕事ご苦労様です。私も毎日学校ご苦労様です。自分で言っちゃった。それじゃあ。そろそろ新しい友達とさ、知り合ってほしいね。よし、じゃあファッションの勉強しようかな。勉強大事よ。はい、OK。これ意外と私強いからね。まあ、これこういうこと言ってすぐ失敗するんだけど。よし。うわ、むず。うわ、無理だ。むずいよ、突然。やばい、どうしよう。まれに見るぐらい失敗してる。もう覚える気ないよね、私。やば。ちょっと待って、ダメだわ。なんかね、バイトは本気出せるんだけどね。え、突然。突然じゃないもの。わあ、これワイルド選んだからか、悪犬くん。センサー力不ありえん。期待しかない。自分に厳しく、相手に厳しく。ああ。相手に厳しくする。なるほど。大丈夫かな、嫌われない?ちょっとふわりんね、友達いなくなるかもしれない。その際私を責めないでね。日曜日だよ。
まあ今日もね、することないんですよ。お金ないんで。まあまたお友達呼びますか。はい。あれ、さっき見たぞ、これ。大丈夫か？キャラ変わっただけよ、これ。いや、どう見ても得意じゃなさそうだけどね。あら、すごい。やっぱ苦手よ、絶対。ちょっとフワリン、さっきワイドになるって言ったでしょ。ある程度。まあ実際ベリーちゃんの方が可愛いよね。うん。なんだろ、一言余計なのよね、ベリーちゃんってね。次私も悪犬くんを誘うことだけをちょっと目標にしてるから。高いだよ。左予想しよう。次ね、右。左だった。それ最後ね、多分高いだと思う。絶対全然合わないんだけど、フワリンとちょっと相性悪いのかな。なんだろうね、え、意思疎通が取れないのかもしれない。今週はもうとりあえず、よし、今日も張り切って勉強するぞ。出発進行。バイトします。よし、バイトしてお金稼いで。え、嘘。ダメかも。うわ、ショック。また来た、これも苦手。レトロ。アクティブ。嘘、早いって終わるの。あとね、20秒ぐらいくれ。1200。ちょっとひどいね、今週ね。ケーキも買ってあげられないかもしれない。何？言われた通り、相手に厳しくしてたら。嫌われた？悪いの君に、それはワイルドじゃない。お前はワイルドを吐き
するものだ。マルヒヌ君いいね。お前は破門だ。え？マルイヌくんと仲良くなれなかったの？そういう、選択肢1個。私これ選択肢正直どっちでもいいと思ってた。ショック。日曜日ってワクワクしちゃうよね。何しようかな。さ、マジか。待ちに待った日曜日、何をしようかな。ふわりん頑張れよ。もう なんとかならなかった。そのねえ、ああそれはやばい。道に迷うこともあるらしいよ。それはちょっとやばいと思う。あれ、ベリーちゃん、いつの間に来てたんだろう。ってことはだからさ、ベリーちゃんとかと仲良くなると思ったら結構奇跡だよね。その2個ある選択肢の正解を選んだからってことでしょ。ショックだな。ごめん、スタイル同じぐらいよ。マジでそれね、あれ、ベリーちゃんはもう帰ったよ。そうなんだ、もう何をしよう。ちょっとほんと悪い犬くんに会いに行こう。私が悪かったって、私がちょっと変なアドバイスをしたからいけないの。フワリーには何の意思もないのよっている？いないのよね。こういう時いないのよね。買います。それじゃあね、次来るまでに可愛い。さあ、ちょっとね、悪い犬くんと仲良くなれなかったの私のせいだからさ、謝罪の意味を込めてケーキ買うわ。本当は買いたくないけど、ちょっとごめんねっていう。じゃあ、初心に戻って桜のケーキをどうぞ。ただ今春じゃねえんだよなって、秋なんだよなっていう。モンブランとかないんですか？やっぱ秋といえばね。秋といったらモンブランじゃない、やっぱり。でもさ、桜の香りのさ、まあ、いいんだけどさ、たまになんか桜自体がなんか塩漬けみたいになってるのあるじゃない。お菓子とかに乗ってたりしない？あれ私苦手なんだよね。なんか上ってなっちゃう。いないし、悪い犬くん。ああ、謝罪もできないわよ。くそ。いいね、そのポップな考え方、私素敵だと思うよ。服を作ります。さっきひらめいたのでどれだったっけ。そよ風ワンピー、どうなんだろう、かわいいかな。あー、普通。普通だな。今のはさ、ふわりに着れないのかな。あー、無理そうだよな。もっとなんかシンプルなのしか着れなさそうだもんね。今週は私は学校頑張るからお仕事頑張ってね。今週はない。
デザインかな。センス42ってのはどうなんだろう、少ないのかな。またこれだよ、やだな苦手なのよこれ。ここまではね、ここまではまあ大丈夫ですよ。こっからですよ。うわぁもうちょっと危ないもんな。よしよし、いいんじゃない？うん。これはなんかさ、最後まで行くと法則がわかるよね。一色しかないやつをさ、探してさ、それだけ覚えとけばいいんだから。うん。いや、今週頑張ったよ。うん。ちょっとフワリンの服をさ、あ、なんか可愛いね、この10月の服。これないの？これ着たいんだけど、私。日曜日はだらーっと過ごすのもいいし、ピシッと過ごすのもいいよね。今日はどっちにするの？だらーですよ。うん。ちなみにね、今もうリアルタイム、この動画を撮ってる時間はもう日曜日朝6時30分ですね。まあ、だらーっと過ごしますよ、今日は。何もしないですよ、本当に。まあ、するとしても動画編集ぐらい。うん。もうそれ以外何もしない。やっぱ着れない。着れないんだ。はい。ちょっとなんかあんま可愛くないね。はい。ということでですね。いや、まさかの私一番仲良くなりたかった悪犬くんと仲良くなれないという、まあちょっとほんと積んでるなって感じなんですけど、まあ、だから次回からもしこういうイベントが起きた際は、ちょっとちゃんと考えて選びましょう。うん。どっちでもいいわけじゃないんだなってのが分かったからね。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。